旧、コンピラ大芝居旧、コンピラ大芝居は、香川県中田土郡琴平町の琴平宮、門前町にある、現存する中では、日本最古の芝居小屋。別名、金丸座とも呼ばれ、国の重要文化財の指定を受けている。古くから信仰を集める琴平宮は、江戸時代には、コンピラ公など多く参拝者を集め、門前町は、琴平が、主因地。 天領であることで取り締まりも寛大で、様々な芝居、相撲、操り人形などの工業が行われた。芝居の工業に仮小屋が、その都度建てられていたが、当時の大阪道とんぼり三座の一つでもある、大西芝居を参考にして、1835年に胸上げを行い、翌年完成する。このコンピラ大芝居には、江戸、大阪などの占領役者が舞台を踏み、 全国にも知られた芝居小屋であり、また富くじの改札場としても使用された。明治以降、稲荷座、千歳座、金丸座と名称が変わり、また地回りの芝居小屋や映画館と利用も移り変わった。映画産業の社用に従い、廃館となったため長く廃屋のような状態となる。1953年11月に、香川県の重要文化財として指定されるものの、 熱心な復元運動も虚しく、1964年には指定を解除された。しかし、芝居小屋として、江戸末期の劇場建築を考える上で重要な建築物として再評価され、1970年には国の重要文化財として指定を受けた。修復の必要性や火災などの恐れもあり、文化財として保存を図るために、1972年には、 一区復元工事が開始され、1976年3月に現在の位置へ竣工した。この一区復元後に2代目、中村吉右衛門や5代目、中村勘九郎などがテレビ番組で上演を熱望するなど、上演の機運が高まり、1985年に第1回の四国コンピラ歌舞伎用芝居が公演された。これより年1回、春の定期公演が行われるようになる。 2002年に建物の保存状態と耐震性能を調査を行った際に江戸時代にあった二つの仕掛けの痕跡が発見された。これにより2003年に開始されたこの平成の大修復では二つの仕掛けの復元とともに耐震補強に伴い四つの鉄柱が撤去され天保時代の作りに近づく内装状態となった。2003年に工事は完了し、 この工事で撤去された鉄柱は記念モニュメントとして生まれ変わった。平成の大改修の記念モニュメント入り口は複数に分かれており、正面に向かって中央を一般庶民が使用し、左側の入り口は大名などが使用した。現在は中央の入り口が使用されている。全部で約730席ほどになる。旧、コンピラ大芝居年に1回、春の定期公演。 四国コンピラ歌舞伎をお芝居として、歌舞伎が公演される。公演の際、演出に使用される周り舞台、花道73のすっぽん光を取る2階の高窓の開閉など、その動作はすべて人力で行う。琴平宮成功祈願祭として、役者の面々が琴平宮へ成功祈願の参拝とおねり行列を行い、初日から千秋楽に至るまでの公演では、 地元住民のボランティアも運営に力を添え地域一体で取り組んで開催されている。公演がない一般の開館日には舞台や花道、客席などにとどまらず、楽屋、舞台下の奈落、カラ井ド、花道73のすっぽん、果ては、楽屋風呂まで至るところを見学することができるようになっている。2006年には、旧、コンピラ大芝居とシェイクスピアと題して、 一般公募の参加者により、ジャジャウマナらしュが講演された、コンピラ歌舞伎に関するカテゴリー、ありがとうございます。